これ全部日の輪が作ったんかよ。けどさ、金の木さんってこれ食うの？食べはしないんだけど。だったら俺が代わりに。おい、俺が食ったら切れんのかよ。それに金の木さん食べないのになんでたくさん作ってるんだよ。それは俺が夕飯用意してあげるとなんだか嬉しそうで毎回甘噛みしてくれるから。そっか。俺もご飯用意した方がいい？新しいクラスメートを紹介します。月塚さんです。みんな仲良くしてね。まあ、月塚さんの席は。あ、木斎橋くん、あなたまだ新婚なんだからお相手の面倒をしっかり見てあげて。新婚？なんか文句あんのかよ。ないよ。よりによって木斎橋が嫁仲間かよ。意外すぎるだろう。木斎橋も嫁？ネクラだし陰険だしやたら背はでけえし。背がでかいは関係ないだろ。あいつとうまくやれてるの？だよな。お前ら。それにしてもな、俺は決まった相手なんか絶対できねえよ。俺の理想は高すぎるから。とかなんとか言ってたから。そうなのか。お前らどこに目ついてんだ。どう見ても理想通りじゃねえかよ。なんだあいつ。どの子ご指名ですか？そいつはほどけかかったそれを何度も何度も結び直していた。それを見ていた俺はなぜかたまらなくなって。俺を嫁にしろ。こうして俺は月塚と席に入ったのさ。でもお前本当は俺のことどう思って。その時書いたのがこの顔だ。